どうも横斎さん、おはようございます。いやごめんね、呼び出しちゃって今ちょっと作業してて。もうこれ1本やったらちょっと終わるから。はい、よしよし、じゃあ早速行きましょう。いや横斎もね、とうとう YouTube やろうと思ってんだよね。もうそれらしいセットが出来上がってたんで、そんな気はしないですけど。なんでいきなりやり始めようと思ったんですか？さらにお金が欲しいんですか？これじゃないんだよ。新潟のさ、格闘技盛り上げるためにはさ、新潟からどんどん発信していかなきゃダメだと思うんだよね。まあ、やることもね、実はあの2月にね、俺東京でさ、プロシュートの試合あったんだけど、勝利者インタビューの時に見たかったんだよね。負けちゃってんだよね。いや実はお金も欲しいんじゃないですか？それは欲しいよ。もしね、もし入ってきたら格闘業界に還元します。おお、それはすごい。ってところで何をやるんですか？いやそこら、まあ、正直ね、まあまあ決まってないんだよね。まずやることが大事でしょ。何かを決めてからやる、まあ決めてからやるか。資格取るにしたって何するにしたってこう、あ、まあいいや。試合に出るだって、いや僕強くないんでちょっとまだ出れないですってよく言うじゃん。ああ、聞きますね。ね、いやそんな企画やるのにね、お金とかね、大変じゃないですか。お金、お金いっぱい持ってるんで。いやいや、お金いっぱい持ってるんで。いやいやいや、2回言わなくていいよ。協力してもらえると嬉しいよね。いろんな企画も挑戦できると思うしね。そう、新潟の格闘技を盛り上げることに協力したいっていうね方たちがいたらぜひ。最後に、はい、YouTuber らしくあれ言っちゃってください。あれですか？あれです。何あれって。いやあれですよ、チャンネル登録とかさ。あ、よし、わかった。みんなチャンネル